はい、今回は懐かしのレジェンドかな？やっぱレジェンドでしょうね。はい。ビクトール・バルデスですよ。レアあったんやの？知らんかった。なんかこの選手はね、なんかバルサ出身なんで、まあ、なんていうのかな。足元はね、すごく評価されてたんですけども、まあ、セービングに関してはそこまでね、なんか国際的な評価が得られてなかったんですよね。で、プラス、まあ、バルサではね、もう絶対的な、カンテラ育ちのね、守護神で人気あったんですけども。まあ、スペイン代表ではね、やっぱりカシーサスがいたんで、やっぱりレギュラーってわけにいかなかったんでね、ずっとサブでしたよね。まあでもね、カシーサスとライバル関係で、いい形で、ね、チームを支えていたんじゃないでしょうかね、スペイン代表。まあ、バルサではね、早くしてデビューしましたよね、若くして。誰がデビューさせたかな？ライカールとかデビューさせたよね。この人も、さ、今は引退したのかな？そうやね。82年。なんで、20歳ぐらいでデビューさせてると思うね。身長もそこまで高くなかったよね。でもまあ、バルサ出身ということでね、すごく評価されて。まあ、10年以上レギュラー張ったんじゃないですか？で、結局ね、チャンピオンズリーグも2回か3回取りましたし、まあ、リーグ戦はね、何回も取ってると思うんですけど。いや、すごいよね。バルサのカンテラからね、レギュラー取るってね、簡単じゃないからね。シャビ、プジョル、イニエスタとか、もうそうそうたる中にね、ビクトル・バルデスがいたわけですから。で、ビクトル・バルデス晩年からなんか怪我したよね。で、怪我して放出されたんかな。いや、その後はなんかプレミアちょこっと行ったりとか、あったのかもしれないですけど。まあまあ、それでも引退っていう感じだったのかな。まあね、クラブでは全て勝ち取ったけど、代表ではね、やっぱカシージャスいたんで、なかなかっていうとこだったのかな。まあ、これでね、代表でも、レギュラーであればね、もう完璧やったんでしょうけど。まあ、カシージャスはね、反応が良かったんでね、身長低いんですけど、身長多分ね、バルデスと同じぐらいかな。でも反応が良かったからね。PK 戦とかめっぽう強かったからね、カシージャス。っていう感じで。まあ、懐かしのレジェンドですね。今何してんのかね。